外と身近にあるパラダイス横須賀を巡ってきました。無礼的ベスト3をご紹介します。第3位は軍港巡り。クルーズターミナルに着いたら早速時空旅行へ行ってきます。こんなガイドさんが横須賀の過去にご案内。パンフレットには面白い工夫も。横須賀って近代化の先駆けになった街なんだって。ノスタルジックな気分に浸ったら今度は船の旅へレッツゴー。軍港巡りを楽しんできます。船から見える景色は絶景で、潜水艦や軍艦を見ることができる貴重な体験です。新しい船にも出会えるかも。第2位、ドブ板通り。思わず日本だということを忘れちゃう。県一県立ち寄りたくなってしまうレストラン。その歴史を知ってみるとさらに面白いです。360度目が離せません。ランチは横須賀ビールさんでいただきました。1階に醸造所を構えたカジュアルモダンのビールダイニングで、特にお気に入りだったのが海鮮カレーです。絶品でした。お店によって違った味のこだわりがあるので、ここも見どころです。第1位は何といっても猿島。連絡船で島へ到着。実はこの島美しいだけじゃないんです。猿島を象徴する市の軍事施設があるんです。これがこちらの弾薬庫。日本遺産にも指定されている猿島。歴史に触れられるだけでもなく、レキューを楽しんだり、観光した後はビールで締めるなんて方もいるみたいですよ。皆さんいかがでしたか？実際に訪れてみると昔と今がこんなにつながってるのが体感できてワクワクします。ベスト3なんて言ってしまったんですけど、お気に入りスポットがたくさんあります。皆さんもぜひ足を運んでみてください。バイバイ。